ここ名古屋にかつては世界中の主要マーケットを席巻していたにもかかわらず、不況の影響か年々業績が右肩下がり、今となっては倒産寸前の弱小企業があった。その名も株式会社川崎正夫商事。会社再建の鍵となる一大企画、イタプロジェクト。だがしかし、まだその全容は明らかにされていない。桜子町はイタを探し求め今日も走る。はい、ということで、始まりました。暑いっすね。汗だくですけど、ちょっと気にしないでございます。今日は、歌プロジェクト、この真夏のトップバッターで来てくれたのは、こいつです。どうぞ。初めてだよ。初めてだよ。初めてだよ、こういう夏だっていうのにね。はい、近藤ひろし君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ら意外と付き合いは古いんだよね。古いですよね。10年ぐらいになるのかな。もうあ、なるかもしれないですね。そうだよね、うん、昔はもう本当ドチンピラでね、本当に悪名高き孤高のギタリストということで、ただもう今ね、もうすっかり構成して構成とかこれまでのだから最初の付き合いっていうのも本当10年前ぐらいで、僕の知り合いのアーティストで臼井正太郎っていうのがいるんだけど、うん、まあ、その辺のサポートギタリストみたいな形で、うん、縁があったのが多分最初だと思うんだ。そうですね。そこからプツッといなくなって、名古屋からいなくなりましたちょっと関西の方行ってましたね。らしいね。そうそうそう。で、腕磨いてたんだよね。そうそうそう。で、磨いてこっち来て、で、なんか2人組を組んだんです。アコースティック組。それ なんて名前。それね、カナデルタオーケストラという。あー、で、みんなでカナデカナデって言ってた。あ、そうです、そうです。それを2年間やった。はい、頑張ってやってまして。はいはいはい。で、それをとりあえず一旦休止をさせて、うんうん、今はお互いソロで。だから一人でやってるっていうのは僕初めて、ね、ほとんど見てない。もう10年以上、うん、まあ、僕のギター聴いたことないもんね。そうそうそう。ほんとね、つまびくとかそういうのは、ね、うん、知ってるんだけれども、どんな感じの活動してるわけ今は。今は、うん、まあ活動としては、うんうん、ライブハウスで、うん、ギター弾きながら一人で、うん、暴れまくりながら歌ってるっていうのが一番やってることなんですけど、うん、もう一個YouTube、うん、演奏動画をね、うん、YouTube に載せて、うん、世界中の人に聴いてもらうっていうのをもう3年くらいずっと続けて、全部合わせて大体200万回ぐらい、再生だったり再生していただいて、本当にたくさん今までなかった弾き方を考えたりとか、うん、アコギ一本じゃできない音楽をアコギ一本でやったりとか、うん、そういうのがもう好きなんです。アコギで何か表現ができるようになればっていうところなんだよね、君としては。ああ、そうです。まあだからちょっと人間近藤浩志をこう表現 し続けてよ、はい、歌で。はい、わかりました。で、なんか今日持ってきた曲、今日盛り上がったでしょ。曲はですね、うん、アコースティックっていう曲なんですよ、うんうんうん、アコースティックという曲なんですけど、うんうんうん、もうほんとさっき言ってたようにアコースティック一本で表現していきたい。そうですね。っていうことがまあ凝縮されてるのかな。はい、そうです。アコースティックギターは俺にとってはどういうものかとか、うん、アコースティックギターってこんなに美しくてこんなにかっこいい楽器だぜっていう、うん、まあ自分の思い。本当好きだよね。好きですね、うん、傷だらけのギターがこの心を包んで抱きしめた傷だらけのギターが抱きしめてるんだよね。そう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 。僕の中でね、ちょっとない要素ぐらいな感じの歌詞内容だなと思うんで、うん、こういう形の歌もあるよと。いや、そうですね。いうのはちょっとみんなに聞いてもらっても。本当そうですよ。おかしくないと思う。どう信じてやってます。うん、ぜひぜひ、はい、じゃあ今日はちょっとぶちかまして一曲歌って帰ってね。通常ないね。はい、もう歌ってね、よろしく。それが信じたと言ったとるそろこの J。 Yeah。
り迷いの中で焦ったり買ったりこともあったりでも歌ってきないと願ってる日々たった一人行き当たりを遠い目を探して行くたびいつも抱きしめた対決するというか、そうですね。そうそう、バンドというジャンルの中に近藤ひろしというジャンルが入りますよということで、はい、本当にアコースティックギター一本であの迫力あるステージを見に行くと面白いよ。そのまんま俺様だからね、あのぜひ楽しんでいただければ遊びに来てください。うん、ギター小僧が繰り広げるジャンルライブをね、YouTube の方もよかったら見てください。近藤漢字で近藤でひろしひらがなでぜひ検索してください。次回の曲はね、アコースティック2っていうね新たな曲がまたアップされると思いますんで、はい、作っといて。わかりました。 J45 に出会ったっていう、このギターに出会ってまた新たな曲ができましたぐらいの話で、そうですね、はい、ちょっとまた新たなあの小僧っぷりを見せていただきたいなと思います。はい、今後とも頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。